あ、こんばんは。こんばんみ。こんばんみほー。ちょっと今日は前髪がどうにもこうにもいかなかったので、ちょっと上げてしまったけど恥ずかしくなってきた。こんばんは。でこ恥ずかしくなってきた今頃になって。今ずっと家にいたから、お買い物行って食材を買って、エビをねエビを買って帰ってきて、お家におったけめっちゃ恥ずかしいんだけど、前髪しかもなんかちゃっかり可愛いピンつけてるの、ほらリボンがついてる。珍しく配信でデコ見本をやっておる。こんばんは。可愛い、本当ありがとう。優しいわみんな。デコチュチュルルチュ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 ルチュ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 。でもね、お話し会の完売がなんと昨日のね配信の最後に気づいたけど、なんか9月が全部完売しているということで、ありがとうございます。ありがとう。ということで8月11日しか買える日程は残ってないということで、それならばもう全部おすすめしたいけどもっていう感じだけど、8月11の4も完売なので、4時間目も完売だから5時間目をおすすめしようかなと思います。そう、ありがたいことにおすすめする日程が減っていっているというか、そうありがとう。前髪ない、何本か下ろそうかな、めっちゃシースルーみたいな、むずいな。前髪なんか今日ヘアオイルをつけすぎて上げてるんですよ。今日はなんかヘアオイルつけすぎた後にレッスンやったら、もう前髪がね、もう汗なのヘアオイルなのみたいな感じになって、ちょっと一旦下ろしてみるね。あ、でも今下ろすとそんなことないけど、向きがもう終わったな、向きがもう終わったな。そう、もう終わっちゃって、もう終わっちゃったからあげた方がいいね。そう、前髪も終わってる。なんか汗なの？ヘアオイルなの？みたいな前髪になったからね、あげて縛る。どうしよう、端っこ残す。あれしようか、なんかピンここにデコに。でも何本か出すとかも似合わんから。デコにピンで留めとこ、こうしとこ。結果こうなりました。ちょんまげみたいになってるわ、見えてないけど。飛んでんだけど、デコ拾う。デコ拾うみたいな感じでですね。ちょっと今日もアイライン練習のため、ちょっと濃いめですけど。幼く見える、本当。おお、ありがとう。あ、デコテラップの位置本当だ、肉みたいになってる。おもろい。確かに筋肉マンみたいなポジションになってるわ、この文字が。筋肉マン。額って書いてあるかな。デコじゃなくて、恥ずかしいけど。おでこにちゃんとデコって書いてて親切で偉い、ありがとうございます。あの親切心の塊。おもろい。なんですよ、そうなんです。ほろく似合ってる、ありがとうございます。涼しげ。サーヤンも今日なんか透け感ある服だったから、
めっちゃ私も、あ、透け感ある服やんみたいな言った。下はジーンズを履いている。やばい、デコ広、やばい、全部見えてしまった広すぎて、デコ広すぎて、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 つらいの、デコちゃんありがとうございます、かわいい、ありがとうございます、優しいにゃ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 、こんばんは、こんばんは、どうも、金友もかわいい、ありがとう。何何感がある気もする、なんだ、何感、デコデコデコ眉毛見えてかわいい、ありがとうございます。眉毛結構濃いめなんですけど、濃いめに変えちゃう癖があるし、でも自眉毛もう濃いんだけど、デコちゃん、デコちゃん、デコちゃん、そんなに広くない、いや、みんな騙されてる、ここで切ってるから、全部映ったらでかいでかいデコだから見せないんだけど、デコはちょっとシークレットなんで、すいませんね珍しくデコ出してるんで、あずみほー、あずー、どうもー、こんばんは、キャワキャワ、ありがとう。なんかこのチュルチュルにしようか、ちょっと垂らすか迷ったけど、ちょっと垂らすのむずくてできんかったっけ。前髪でも切りたくなってきたな。でもポニーテールとかするには今の長さがちょうどいいし、迷うな。女子は髪型一つで印象変わる。おお、よきよきぴですか。最近目力から強いメイクだから、なおこんな感じだね。可愛すぎます。ゆきぴー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 、ありがぴー、嬉しいだけあんなみたいな、嬉しいだけ、しーしーしー、お顔がはっきりとして一緒になってよき、ありがとうございます。そう、おでこちゃん、でも私あのあれなの、なんかここがさ、あの富士美体っていうの、それだから嫌なのよ。なお、より一層嫌なの。だから見せないんだけど。こう、こうまで、こうだったら見せれるけど。でこみちゃんです。でこみちゃん。本当、ぶちかわいい。ぶち、ありがとう。ぶち嬉しい。ぶち嬉しい、合ってんのかな、つけ方。最近の目力という感じめっちゃ好き、ありがとう。ちょっとね、アイシャドウもアイラインも跳ね上げというか、ほくろこんにちはしてるわここって感じだね。この季節ロングヘアの人本当にすごいなって頑張ってるわ。ロングヘア確かに、あのお風呂上がりとかがめっちゃうわーって感じだもん。なんかせっかくお風呂入ったのに髪を乾かす時間が長くって、ドライヤーで熱くなって、暑いってなって、またお風呂入ったのに汗かくみたいなのあるし、で普通に歩いてるだけでももうここがもう暑すぎてだし、確かに。でもやっぱショートカットは似合わんからこうなるよね、ロングのままだよねみたいな。うん、まだコンタクトつけてるけど、もうパサパサ、コンタクトパサパサじゃないか、パリ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 になってる。のんのんさん似合う、ありがとう。ちゃちゃかちゃちゃちゃー、初見さん、おつみほーみほみほみほのめめん、似合わなくなくない本当。まあね、ショートのウィッグとかねやってる時期ありましたけどね。まあね、まあね、まあね、あれをやってみると、あ、意外といい、いやでもやっぱロングかみたいな、迷う時期ありましたけど。竹松さん、スイカありがとう。
ありがとうございます。ますます、ショートのウィッグね、うん、あります。ショートもあるし、ウルフカットもあるし、なんか何個かある、3個ぐらいウィッグ実は持ってるんですけど、でも男装用のを買ったらそれは短すぎてえってなったから使えてないんですけど、ウルフカットのやつを後ろ結んだらちょうどいいショートボブみたいなやってすごい好きだから、それをよく使ってましたけど、そうウィッグ、またウィッグもなんかでつけたいね。この前サラハさんとかパシとかもやってたけど、にょん男装用のやつはなんかもう短すぎてなんか不思議な気持ちになった。髪の毛こんな短いことないなと思って、そうだからあの、うん、今日ウィッグつけてもよかったね、前髪うまくいかんなら。にょん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 、星が飛んでるよ。かゆっ、鬼にならんどういうシステムの服じじわ、なんだろう、透けている花柄のなんかここがリボン、ちょっとここの抜け感というかみたいな感じの服ですかね。これは下かわいい、あのなんか服のなんか切り替え、なんていうんだ、なんかそこかわいいよ、これほらなんかわかる、あなんか引っかかってるわ、ちょっと待って、引っかかってるわ、はい、出てきた、ほらこれかわいくない、ちょんちょんみたいな、かわいいこんなやつです。素敵っていう感じです。解説ありがとうございます。解説お聞きいただきありがとうございました。いつでも聞いてくださいありがとうございます。チャ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 ラチャチャラチャ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 、ステッキなの？ステッキ、あれがステッキ、キキキ、ニャンニャンニャン。ウエスト細い人しか許されない。いや全然全然。今日結構で私いっぱい食べたからね。夕飯食べたのに、夕飯の前にもおせんべい食べたし、夕飯後にポテチもちょっと食べたし。止まらない。夏バテという言葉を知らないよ。食べちゃうよ。まあ栄養つけるのは大切だけどね、うん、いっぱい食べちゃうよ、全く。タタタタタタタル、食べな食べな、あざす、食べます、みんなもいっぱい食べてくださいなまあ今日は踊ったし、まあ、消費されるかなみたいなということで、うん、今日も朝カレー食べたよ、ちなみに。であとちょっとあるけん、明日の朝ごはんもカレーで、明日が最後になりそうだからカレードリアにしてもらおうかなみたいな思ってる。いつもなんかカレーの最終日はカレードリアとかにしてもらうんだけど、チーズもめっちゃあるのよ、まだ前にコストコで買った大容量チーズがまだあるから、それでいっぱいチーズのしてカレーダリアにしてもらう。3日間カレー朝ごはん、めっちゃお腹持つよ昼まで。あ、ママが作ったやつです。今回は牛肉、あの前になんかねおうち焼肉した時の焼肉の肉が残ってて、だから本当はねそのままで食べれるものをね煮込んでるから、もうめっちゃジューシーすぎるぐらいにお肉がジューシーなんだけどでも豚の時も多いから、うん、豚の時もあれば牛の時もあればって感じかな。カレーみんなは決まってるの？家のカレーどっちかに固定？カレーおうちカレーだったらドロドロが好みだけど、でもたまにあのサラサラのココイチのカレーが食べたいみたいな時もあったりするけど、みんなどんなん？みんなの家のカレー食べてみたいねあ、チキンの人も、あ、おお、なるほど。なるほど、なるほど。ミンチ、それキーマカレー？
関西人牛肉多い。そうなんだ。そうなんだ。関西は牛で関東が豚。そうなんだ。私はどっちもいけるね。どっちも好きだな。そうそう、それぞれお肉によってやっぱ味変わるけど美味しいよね、どれも。そうそうそう、お家だとドロドロが食べたいけど、そう、外で食べるカレーは別になんかお家と違うカレーを食べたいから、サラサラを食べるよね、外では。それかインドカレーとか、もう全く家と違うカレーに振るというか。牛すじカレー絶対美味しい、食べたい。いいな、よだれ出てきた。いいな、料理できる人本当にいいよね。もう一生一生お供してくれってこっちから言いたいぐらいに、料理できる人、料理できる人いたら本当に私はもうすごな、生きられる私が。全部お世話になるつもりで。でもお皿洗い好きなんですよ、家事の中で一番。お皿洗いはする、だから食べる、私が食べるから、で後片付けまでするんで、誰か料理作ってくれる人だけ募集してます。うん、おちょうど料理できたので中身と音ぜひ。そう、料理できる人すごいなってめっちゃ思う、メンバーとかでも思うもん。めっちゃリコちゃんとかなんかできるんですよ、あとひなさんとかできるじゃないですか。だからね、すごいなと思って、もう食べさせてくださいって感じよ、食べる中心なんで。うん、手荒れてしまうから皿洗いもするって。はあ、やれる人たちだ、素敵すぎる。作ったるかって、やばいね。お願いします。毎食作ってくれると嬉しいですね。嬉しいですね。ちゃんちゃんちゃん。みんなの料理を食べるスペースないかな。めっちゃ人が作ってくれたものって本当温かみもあるし、味ももちろん美味しいのが食べたいけどね。手作りっていいよね、やっぱ。みほりんの手作りも見たいですか。うん、いつか。でもカレー作れるようになったから、本当。あと肉じゃがも実は作ったことあるし、今日はエビマヨのマヨの部分作りましたよ。ママがもうエビを焼きだったんですけど、エビを焼いたやつに私が調味料を混ぜ合わせるという工程はしましたけど、作ったというか混ぜたというか。くまねパパさん、ハートありがとう。いろいろ期待してます、ありがとうございます。うん、本当に食べる側だからな。そう、マヨあえただけ、はは。あとゆで卵の殻をむいて包丁で切った。でも包丁使ってるからこれは料理だと思うんだよな。まあゆで卵ゆでたのはママですけど。そう、確かに最近料理配信してない。確かに確かに、したいね、したいね。でも大食い配信もしてみたいんだけど、一個今家にあるのがめっちゃでかいスイーツがあるの。めっちゃスイーツが今でっかいのが大量なのがあって、それをショールームでなんか食べようかなみたいな。いやでもなんかどこかに動画撮ってマネージャーさんに提出もいいかなとも思いつつ、どうがいいかなとか思いつつ、そう、ママがね買っとってくれたね、そうでっかいやつスイーツがあるから迷ってる。普通に食べたい気もするし。でもせっかくいっぱい食べるなら企画とかにした方がなんかやっぱカロリーゼロに思うし、昨日も言ったけど。に思うし、なんかプラスプラスだなみたいな思うけど。ケーキ3ホール?食べてみたい!ケーキ何ホールか机に置いて、なんかチョコケーキ、ショートケーキ、あと何があるかな。
なんかケーキ置いてだったら食べれそうじゃない、合間にポテチとか、なんか違う味のケーキとかをバクバク食べるとかだったらなんか味変ができて食べられそうな気するけど、アイスケーキはなんか朝ごはんに半ホール食べて行ったことあるですけど、去年だったかな、誕生日に、去年も一昨年もアイスケーキにハマって誕生日のケーキアイスケーキにしてもらったんだけど、そう誕生日配信も近いっちゃ近い、確かにね、今7月21だから、あと1ヶ月と3週間ぐらい、2、3週間ぐらいぐらいだね、あっという間だね、意外と20歳になるんだし、しかもやばーやばー、嬉しい、楽しみ楽しみ楽しみ、誕生日を迎えたらパパとママとてか家族で乾杯して飲んでみたいっていう気はある、ケーキも一緒に食べたいけどどうかな、家族で過ごせはしないね家族で過ごせはしないが、当日はその後過ごしたいな、前夜祭とかはまだダメだからさ過去じゃない、間違えた、後日したいな、ね、当日は皆さんと過ごしてますから、でしょ、娘とお酒はめっちゃパパ喜ぶ、そうパパがねちっちゃい頃からずっと言ってる、パパはめっちゃ飲むの好きなんですよ、だからでママが飲めんからもう美穂が飲めるようになるのをずっと待ってるよみたいな感じなんでね、ね9月3日が立川でのアイドルフェス、9月4日があれだね、サインクで5から9は空いてるのかな、だね、この立川のフェスも S 席はもう完売で A 席はまだあるのかなかなかなみたいな感じなので、ね、パパとママどちらに似るか楽しみなんでね、楽しみ、早く大人になりたい人です楽しみでございます、1時間経たずに S 売り切れてた、すごいね、なんか、S 席、なんかもう数分とかの人でも、S 席がもうなかったみたいな言ってたもんね、福岡の方はお酒強い勝手なイメージ、でも九州の人とか四国の人とか強いって聞く気がする、なんか雪梨花が強いっていう噂があるけどどうなのか分からんけど楽しみすぎる、なんかおしゃれな料理と一緒に食べてみたい、ね、料理メインになってるけど、たくちゃんハートありがとう、かんちゃんタコありがとう、へえー、コーチが異次元に強い、そうなんだ、はえー、あみんな知ってんや、へえー、有名なんだコーチが強い、なんでなんだろうね、なんでその土地の人が強くなるんだ、なんでなんだろう、いっぱい作ってるのかなお酒、でも広島もあるよね、西条とか作ってるとこ、なんでなんだろう、にゃん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 、コンタクトパリパリになった、じゃ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 にゃんにゃんにゃん、田中さんデコ出しのファンありがとう、イエイ、珍しいデコ出し、珍しです、珍しいので後で自撮りしてメールにいっぱい送ると思います、いっぱいかわからんわ送ると思います、じゃん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 
トゥルル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 こんばんは。仕事終わりに見るみほちゃんマジよし。ありがとう。私も売れていい。みんなと会えて売れていいよ。元気だよ。ふんふんふん。でっこだよ。今日は前髪にヘアオイルをつけすぎたので理由、前髪にヘアオイルをつけすぎてうまくいかない前髪になってしまったのでデコにしました。デコデコデコです。僕の太陽公園、知り合いが田中さんにガチ恋してました。誰？ありがとう。来て来てもう俺チャイナチャイナチャイナにゃ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 。あ、直接お話し会も投げました。ありがとう。直接も投げれるし、オンラインお話し会も今受付中なのでぜひ。モムランさんハートありがとう。ありがとう。トンタタタタタタタン。多分あれなんだよな、8月11日の5、8時間目が残ってるかなだと思うので、かゆ、私の目標の完売10っていう数は無事にあの達成できたんですけど、やっぱり目標でもこの目標も高いなと思ってたけど達成できたので、まだまだ上を目指したいなと思いますのでですね。あとで書こう、オンライン話あと明日出そう。8月11日の5時間目おすすめ、なんなら5、8時間目おすすめだけど、5、8時間目って言っちゃっていいのか、なんか強気すぎる5、8時間目おすすめですね。残りの日程全完売とかできたらもう嬉し泣きだけど、そんなことを発言してしまっていいのかっていう感じですけど、やっぱこれ今書こうかな。オーライン、うおー、うわ入らんかも。おはなし、入った、オンラインお話し会おーすすめ、おすすめというかもうあれか、もうこれしかか、オンラインお話、横向きの方がいいかな、どっちがいいか、縦かな、オンラインお話し会お、うん、ら、い、ちょっと書くの下手くなった、ちょっとやばい、空白が多かった。おしましできないことは覚悟してます。すごい嬉しい覚悟だ。お、うん、ら、まあね、目標は口に出さないと達成できないというのでちょっと出しておきたいと思います。オンラインおはなし会、お花書いとこう、花は誰のものだから、ララ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 ラ、違う、間違えた、ペン出そうと思ったらリップ出してた。緑で描こうかな。チャッチャカチャッ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 チャー、オンラインお話し会、ほほほほリップで書く、やばい確かにこれ書くときも言っちゃってるよね、私めっちゃ言っちゃってるよね。文字打つときとか書くときとか全部出ちゃうんだよな口。でもその方が間違いない、書き損じないよ、その方がおすすめよみんなオンラインお話し会、8月のアスファルト走る自転車は、あ、ちなみに昨日の公演は
私が初日で立った自分のポジションでやりましたね。昨日はリコちゃんも一緒に出れたので、そうだったので結構もう慣れたポジションと言いますか、結構やってる回数は多いポジションだったので、昨日は結構レスとかも遅れたんじゃないかなと思いますが、どうだったかな、感想もぜひ。5、8時間目、トゥルトゥルトゥトゥルトゥルトゥ、どうだったどうだった、トゥ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 、多くのことは語りませんがすごく良かった。本当ですか本当ですか、ありがとうございます。本当ですか、ありがとう。田中大名行列、え、あれかな、最後ら辺の感想のとこかな、アーカイブ編集されてるのかどうかが楽しいし、多分カットされてるんじゃないかな、けどメンバー用の展開された映像ではあのメンバー用だからカットされてなかったけど、アーカイブ消えてるやろな、多分カットでしょうねみたいに言われたもん、スタッフさんに。でも面白かったよって言われてたけど、チコちゃんあったねリネタンの洋服、洋服で、これはオレンジで囲むかな、速度増せば正面からの風が心地いい、ドゥルルルルルル、どんな話しかが気になる。いやもうね、もうめちゃくちゃコンプラ違反の話してたよリコちゃん。え、どうなんかな、違反ではないのか、いや違反だよね、だって私たちはそんな、なんか私とソラハさんはもうそんな意識もなく話したことなのに、リコちゃんがもうそっちの脳みそでしかなくて、うん、みたいな感じでコンプラ違反が起きて、コンプラ姉さんも出てきてくれたみたいな、ちょ面白かったですけどねって感じでしたね。残り OK、 そっちの脳みそそうだよ、私がねあの5周年コンサートのリハーサルでの歌う場面があるのにマイクを忘れたっていうハプニングを話そうとしたら、なんかリコちゃんがちょっとねそう、ちょっとなんかいけない方向に考えてしまって、私がねマイクを持たずに手ぶらで行ったっていうのをちょっと、まあここでははっきり言いませんけども手ぶらで行ったっていうのを言っただけで、なんかちょっとハニョみたいなね、そうっていうことでこれをかけましたペンライトカラーで描いた。こちらの日程で残りのお話し会が全部もう変えるのがここしかないというありがたいことになっていますので、ぜひ皆さんよろしく、やろやろ、スクリューする、にゃん、そう8月11日はリネタンのお洋服なので、多分そのお洋服に合わせてでだから分かんないけど髪型とかも結構変わるかなと思います。この日の感謝枠は髪あれだしね、気になる方は来てください待ってます。5、8時間目があります。ツーショットもまだ申し込めると思いますけど、7時間目がツーショットで、そうなので、だから7時間目8時間目って続いてるから、8時間目も7時間目と同じ髪型になりそうだけど、
そんな感じかな。こちらです。おすすめおすすめおすすめめめめ待ってます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。おお、休憩が間に合えば5時間目。あ、来て来て。この日は4時間目が完売、ありがたいことにしてるので、そう、あとは5、8がお話し会なので、ぜひぜひ。いや、リネタのお洋服を借りるだけかな、わかんないけど、うん、交換してもいいけどわかんない、その借りるねっていう予定だけ入れてるのでわかんないけど、うん、そう、お、休みだったので申し込ませていただきました。ありがとう、みんなのおかげで。もうお話し会の日程が楽しみで仕方がないです、本当に。その日の私服、え、今言ったやん。リネちゃんのお洋服を着るやん、やんやんやん。おお、11日人生初のお話し会、嬉しい、ありがとう。リネちゃんのいつものね私服は結構なんかもうむちゃくちゃ可愛い、でもなかなか挑戦できないみたいな系統だから、着てみたくってリネちゃんにお願いしてこの日はお借りします。楽しみですな。初訪問の方もこんばんは、どうもどうも、 STU48 です、田中美穂です。オンライン話し会受付中です、ぜひぜひぜひ。あの、広島の直接お話し会も申し込めますので、ぜひよろしくお願いします。よろよろです。8月11日、僕の夏休み初日。おお、え、てかさ、もうさ、学生はもう夏休みなってる、もしかして。なんかさ、車の通りとかめっちゃ増えたような気がするんだけど、その気のせいなのかな、わかんないんだけど、なんかみんなもう夏休み入ってる学生。もう学生じゃないから感覚がわからんすぎて全然わかってないんですけど、もう夏休みか、今日からなのか。なるほど。なんかね、人口多くないって感じがしたけど、分からんけど、そう、なるほどね、まあ、今週末からとかかな。あ、うなちゃん明日か、明日まであるって、じゃあ今週末か、いいね、学生夏休み大切に過ごそうな。私たちはなんか固定の休みみたいなのそんなないですけど、今月もありがたいことに忙しくさせていただいてるので、本当にあの七並べのお礼がずっとできてなくて申し訳ないんですけど、明日もできないんですよ、で明後日もできないと思う。そしたらもうお話し会が来てしまうという、お話し会の日もどうなるかな、どうかなって感じで、でもその次も、え、もうこの日もできないかもしれないみたいな感じだから、もうえって感じなんですけど、もう7月終わっちゃうよって、おー、ごめんねって感じなんだけど、本当にもう書いてはいるんですよ、お礼は。だから読み上げるだけではあるんですけど、なんか2日連続とかで読み上げた方がいいかなと、なんか2つに分けてね。お礼だけの配信になるとちょっと参加してない方は悲しいかなって思うから、悲しいだけになっちゃうから、うん、優しいな、ありがとう、いつでもええか、ありがとう。もうメモはしてあるので、うん、だね。そうだね、何位から、なんか2つに分けようか、100位から50位、49位から1位に分けるか、それと3つぐらいに分けた方がいいのか迷ってるけど、でもなんか飛び飛びの日程になるよりは連続とかの方がいいかなって思うんだけど、だから今日やってないけど、どうかな。でも今日やってなくて、ちょっと明日も時間ないしやばいなと思うけど、ふーん、うんうんうん、難しい。1ヶ月ってこんな短かったっけって思いました、今月は。すごい、本当にびっくりな、7月めっちゃ早かったすぎる。なんか嬉しい、あの今スケジュールを見返してるけど、なんか5、6、7でどんどんちょこちょこ増えてる、なんか出来事が。なんか私なんか公園とかはグリーンの色で入れたりとか、あとはなんか違う他のレッスンとか、あと他にもありがたいお仕事とかがあったらはオレンジで入れたりとか、ちょっとプライベートの楽しみなことはピンクで入れたりとかしてるんですけど、
めっちゃカラフルだもん。何もない日が3個しかない今月。すごい嬉しい嬉しいことが起きてます。そう、 5周年もあった。そうそう、5周年のリハとかもあったから、そう、スケジュールの余白がね、7月すごいめっちゃないから嬉しい。うん、にゃ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 。お盆もイベント、その話は聞いてないけど、全然ね知らないのよ。もう次の予定は花は誰のもの公演しか知らないの。早く私も知りたい。みんなもね、あれだよね、あの遠征組の方とかはもうお仕事の予定、お仕事との兼ね合いがあるからさ、早く知りたいですよね。そう、私も早く出してほしいなって昨日マネージャーさんに予定、来月の公演の予定欲しいなって言ったけど、この日かも分かんない、いやまだないかもみたいな感じで、どっちのユニットとかは言いませんが、まだ分かんないみたいな感じなんで、ちょっと、いやこの声、いやもうちょっと適当だったかもしれないちょっと8月の公演の予定も早く知りたいですねぐらいで言ったそう、まあでも調整、いろいろと調整してるのかもしれないので、まあ待っててくださいな。すまぬな、本当に遠い方とか、本当新幹線とかさ、電車とか、まあ、飛行機とかホテルの予約とかも大変だと思う、絶対大変だと思うのに、いつも来てくれてありがたいんですけど、そう、早く知りたいね、待っててね。めっちゃ早い時もあれば結構ギリな感じの時もあるんですけど、うん、お待ちください。でもないことはないと思います。あの来月に何もないということはないと思いますので何かしら、しかも私は兼任してるから、四国かマイカーかどっちかがあればワンチャンって感じだから、うん、確率が2倍ではあるのでねので待っててな。あ、スペサポも私更新したいと思ってたんだわ。そうだそうだ、なんかちょっと動画とかが若干溜まってきたから、私の可愛い愛犬の動画とかもあったりとか、アーナの暴れてる動画があったりとか、ハリーポッターの階段、赤坂の駅の階段の動画とかあったりするんだけど、いろいろあるのでちょっと出したいんだけど、まだ整理しきれてなくて、全然スペサポ最近全然更新できてなくてあれなんですけど、そうジュリボーバラありがとう。土曜日に四国かマイカお願いします。ほんとね、いやどうなるかな、どうなのかな、予想はどこだろう、ま、直接とオンラインの時があるけん20、21は無理やん。8月の8月11もオンラインお話からやけん無理やん。確率としてはやっぱ6、7、うーん、どうなんだ。でもね、あのね、いつも予定来る時にね、なんか何かしら分からんけど予定入るよみたいな、ハテナみたいな、一応この日なんか入るよみたいなのはあったりするのよ。それ言わんけど何日に入ってるって今分かるけど言わんけど、それあったりするのよ。だから、まあ、何かしらあるでしょうと信じているが、どうだろうかどうだろうか。でも6とかにあったらもう今言ってほしいよね。もうあと2週間とかしかないから、知りたいな。まだ出ないかな。まだ出ないんだよね、調整中なのかなと思いますし、お盆の前半後半だけどいつ分からんのよ。てかお盆って正確にいついいつですか。とね、自信ないんだよね。どう、
でも週末、うん、どうなんだろうね、いつあるんだろうね。20がさ直接お話し会からこの付近にあったらめっちゃファンの人にとってはありがたいけどさ、そんなことはいつもあんまりないよな。田中真由寄った時のおでこの動き、おでこのシワ8月12、13、14、15、12、13、14、15、おーね、あるんかな、なんか、まあ、その中にハテナがないとは言わないけど、これ表の仕事なのかそれともレッスンとかいう表じゃない仕事なのかわからないので、わからないですけど、わからないですね本当にわからん、ハテナすぎる、くー、ハテナすぎて、わからんね、うん、まあ何かはあるよね、うん、何かはあるよね、うん、ハテナがレッスンのパターンもありますね。もう 何の仕事かわからんけどとりあえずなんか入るかもしれんみたいなのがハテナなんですよだから徐々になんか何回か更新されて、ハテナがなんかあれに変わってるとか、あれに変わってるとかあるけど、うん、とね、まあみんなも夏休み休んで、夏休みなんでって感じだね。だな、ごきげんよ、ごきげん。ジルボーさん似合う、ありがとう。やいやい。大型連休って何ですか。でもそうなるよね、アイドルになっても確かにそうなってるかも、うん、レッスンは霊ハテナにしてほしい。もうそれほぼ言っとるやん、ほぼレッスンやがレッスン、今日もね、今日もしっかりと覚えて、最近なんかレッスンがなんか前まで振り入れとかそういうの、私めっちゃ振り入れ遅くってめっちゃ入らんみたいな脳だったんだけど、最近なんか入りやすくなってきたんだよね、脳みそに。なんかレッスン内容とか嬉しい、脳柔らかくなったのかな、わかんないんだけど、でこだし、ありがとう。珍しいです、めちゃくちゃ。もう 何もなく光り続けるでこやだ。みほ振り入れ、いやー入った当初めっちゃ遅くて、徐々に若干早くなってきたけど、でも家でもう一回ちゃんとやらんと覚えれん人とか、一回寝た方が覚えるみたいな感じで、一日置いたらなんか染み込んでるみたいなフレンチトーストみたいな感じで、そうだったけど、最近はなんかその場ですぐシュンって前よりは入るようになったかな。まあ予習を多くするとかいうのも癖になったけんかもしれんけど、分からんけど、その例え好き、ほんとフレンチトーストじゃなくなりました。フレンチトーストも若干あるけど、今も寝た方が覚えるけど、なんかその場でシュッて入りやすくはなったかな。うん、生姜焼き、あーどうなん、生姜焼きってどんぐらいつけるんかな。いや唐揚げぐらいかな、どうなんかな、早い、わからんすぎるわかんない、あのね、レッスンもさ、この曲をこの日やりますっていうのは言ってくださるので、予習はできるのよ、動画見たりとかして、振り V 見たりとか、何の話、本当に何の話してる。お腹すくけんやめてくれん、夕飯食べたのにやめてくれんか。でもさ、今日朝しか、いやまあおせんべいとかは食べてるんだけどさおせんべいは食べてるんだけど、朝しか米みたいなのは食べてない、なんかだからなんかちょっとお腹がいつでも開けそうな、なんかお腹してるんだけど怖い怖い、ずっと何かを食べれるお腹をしているかもしれない。ピヤンピヤンピヤン。しかもまた
またね、しかもあのハーゲンダッツさんがなんかハーゲンダッツを何個買うとハーゲンダッツのスプーンがもらえるよみたいな、あの溶けて食べやすいスプーン、前も応募して1個あるんだけど家に、今回も始まってしまったので今ハーゲンダッツがお家に10個あります。やばいです。さあ散財しています。母上と共に散財しています。もうね、ハーゲンダッツがいつでもいっぱい食べられちゃうですよ。そうなんですよ。だから食べちゃうよねみたいな。しかもなんか家にクッキーとかあるから、クッキーとアイスで食べたら美味しいんじゃないかとかいう思ったりしちゃって、ママとね食べ物にはめっちゃ散財しちゃうタイプなの。うん。でね、家にさ、そう熱伝導スプーンめっちゃあるのに、ハーゲンダッツのロゴが入ってるんですよ、ハーゲンダッツのスプーンは。今も家に1個あるのに、やっぱもう1個欲しくないみたいな、さらにもう1個欲しくないって思ってて、もう1回ハーゲンダッツを買いに行こうかと思っている田中家。そうなんですよ。だから私がいいねしてるやつ出てきたわ、ハーゲンダッツの。これ絶対もらえるって欲しくない？なんか抽選でもらえるとかだったらって思うけど、ハーゲンダッツこの金と銀とピンクのスプーン、こりゃ欲しいやん。しかもダブルチャンス、なんかこんなんももらえて、私下のやつが欲しいな。ね、ピンクも可愛いし。今家にあるの何だったかな、ちょっと待って。今家にあるの銀色だった。じゃあ金とピンクゲットしたいな。これこのさ、ハーゲンダッツのさ、コンビニでもらえるやつの形してる、この時の前のやつは。じゃん。けどちょっと形状変わってるかな、今回のキャンペーンは。ちょっと長いスプーンになってる、これとこれで比べたら。なんか先がそう、私が持っているのは銀のスプーンです。あなたが落としたのはどれかなって。ここにね、ハーゲンダッツがね掘られてるっていうの、なんていうのなのよこれ。めっちゃねこれいいんよ。なんかもうこれでアイスを食べることによって、そのアイスがもうより一層美味しく感じると言いますかね。確かにこんなに力説しないよねみんな。そう、でもハーゲンダッツのプラスチック あのもらえるスプーンも、なんかあのあれ、あの宿泊した時のなんか顔に塗るクリームとかを取る時とかにも使えるらしい。なんかそのこの大きいさ保湿クリームとかはさ、手で取ったらさ、ちょっと手の雑菌とかがつきそうじゃん。だからそれを取るときにあのスプーンで取ったりとかして代用したりとか、あと掃除とかにも使えるらしいよ。私結構なんかこういうなんかちょっとなんていうのかな、ケチではないけどなんかちょっとこう主婦がやりそうなことを調べてするの好きなんだよね。だから無駄なく使いたいというか。そう、そのスプーン持って新幹線のアイス食べよう。でも新幹線のスプーンもあるから、ちなみにまた取りに行ってから、あ落とした。ちなみに新幹線のスプーンもあるから、みんなよろしく頼むよ、よろしく頼むよ。新幹線で買ったやつもある N700 めっちゃスプーンあるよ。他にもママがちょっと試しに100均で買った熱伝導スプーンも2本あるし、あと初代田中家にあった熱伝導スプーンも1本あるから5本あるね今家に。2人しかいないのにね。だけど買うよ。だけど買うよ。もう狂ってるな、イエーイ。でも100均のやつはなんか長さがあっていい、すごく。見せよう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 。しかもなんか可愛いよ、なんかね、なんかほらこういう
クマちゃん、白クマちゃんみたいな、そう白クマちゃんのになってて、この2つより大きい、だからパフェとか食べやすいかも。こっちはこっちカップのアイスで、こっちパフェとかに行く。そう、可愛いやろ、なんかいいでしょ、集めたくならんマジこのアイス、間違えた、このスプーンを使うとアイスなんかさらに美味しく感じる。やっぱアイスってちょっと溶けてるぐらいが美味しいから、これを使ったらもう他のなんか使えなくなるというか。そうなの、カシャカシャ言ってごめんなカシャ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 、アイス食べたくなったから絶対食べるから食べちゃうからね。そうカチカチじゃなくてね、とろけるぐらいが美味しいんだよ。まあ、アイスについて力説しましたが、この辺で配信もう終わって、ちょっとね、今日も早寝したいと思いますので、もう分からん、早寝したいとか言ってスマホをずっと触ってしまって YouTube を見てしまって結構早寝できんけど、今日はアイスの話で盛り上がったので、みんなもアイスを食べてね。アイス食べた人中身と音で教えてね、よろぴく。ということでこの辺で終わりたいと思います。配信ようかなさん、だるまありがとう、ありあり。ということで、たくちゃんたつのとしごありがとう。おすすめ YouTube 見る。え、ちょ、もう一回教えて。もう一回教えて。よろしく。それじゃあ、22のみほりん章から読んでいきたいと思います。では、いきます。22は、ふなっちさん。そして、13位、リーズさん。12位、神谷敦さん。11位、地徳さん。10位、竹まつるさん。9位、リトルデーモンさん。8位、ももたんさん。7位、レグルスさん。6位、しまかぜさん。5位、大津さん。4位、ライメイさん。3位、青空さん。2位、かんちゃん。そして、第1位は、ジョーさんでした。ありがとうございました。ありがとう。ということで、今日は珍しい猫出しでしたが、こんな私はレアなので、こんな私がもっと見たいということは、ミポメールですね。それかお話し会とかではちょっと珍しい髪型とかもしてるので、ぜひ。おでこ全体やばいんだって、本当にここの富士みたいなんだって、ほら富士みたいを隠して、この辺で終わりたいと思いますということで今日どうしたん、だから前髪がうまくいかなくてヘアオイルつけすぎてなのでこんな感じでした。ありがとうございました。そうだね、僕対千秋楽とかマイカーとかの公演もアーカイブ始まってるのでぜひ見てください、 DMM で。では最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんパー。ありがとうございました。ではまたねー。